こんにちは。信州大学農学部応用生殖科学研究室です。本研究室の特徴は様々な遺伝子改変動物を作出できることです。そして遺伝子改変技術を使って未知の遺伝子機能の解明や疾患の克服に挑戦しています。例えば未知の遺伝子の機能を調べたい場合、その遺伝子を持たないノックアウトマウスを作出します。そしてそのノックアウトマウスと普通のマウスを比べることで未知の遺伝子の機能を解き明かします。この技術を使って生殖機能に重要な遺伝子の機能を調べています。将来的には人の不妊治療や絶滅危惧種保全に貢献できる研究です。また難病と呼ばれる治療法のない遺伝子疾患が多くありますが、病気の原因となる遺伝子を組み込んだ人疾患モデル霊長類を作出して治療薬や治療法の開発に挑戦しています。農学部ですが医学に貢献する研究も実施しています。それではこれらの研究を精力的に進めている若き研究者を紹介します。どうぞ。はい、私は遺伝子改変動物の作出を主な実験としていて、遺伝子改変技術っていうのは特定の遺伝子の探索や有用動物の作出、あと疾患研究など現在の生物学研究では必須の技術となっています。このマイクロマニピュレーターという装置は極めて細いガラスペットを操作し、直接受精卵に遺伝子を導入することができます。マイクロマニピュレーターで用いるガラスペットは内径が 0.5 マイクロメートルであり、爪楊枝と比較しても極めて細いことが見て取れます。これはマウスの受精卵です。とても綺麗ですよね。人類が宇宙から地球を初めて見た時の感動に近いものを感じます。受精卵には全核と呼ばれる遺伝子情報が詰まった部分があり、そこにガラスピペットを挿して遺伝子導入を行っています。今、遺伝子が導入されました。はい、こちらが、遺伝子改変によって生まれてきたマウスになります。とても可愛いですね。このマウスが生まれてきてくれた時には、生まれてきてありがとうという気持ちになります。このマウスが将来世界中で広く使われるような動物になってほしいと願っています。はい。自分の作った遺伝子改変動物っていうのが世界中の難病を助ける鍵になったり、誰も予想しない大発見につながる可能性を秘めているので、とてもワクワクして実験を行っています。私は本研究室で作出したある遺伝子を欠損させたマウスを使って、その遺伝子が卵巣でどんな機能を持っているか調べています。最初はどうやって調べればよいか分からなかったので、まずは卵巣をよく見てみることにしました。外から見るだけではよく分からないので、卵巣を薄く切って中の構造を調べる組織切片という方法を使いました。このミクロトームという機械は右のアームを回すことで
設定した厚みでサンプルを切ることができます。それでは切片を作っていきましょう。サンプルと刃を平行にすることが非常に重要です。一つの卵巣をすべて切りました。これから染色して観察してみます。驚きました。20年以上も前の論文でこの遺伝子は生殖機能には関与しないと明記されていましたが、この遺伝子を持っていないマウスの卵巣と普通のマウスの卵巣を比べてみた結果から、間違いなくこの遺伝子は生殖機能に関与していると確信しました。楽しいです。この現象を知っているのは世界でも自分だけだと思うと本当に興奮しました。これからも未知の世界に挑戦していきたいです。皆さんどうでしたか？少しでも研究室の雰囲気を知ってもらえましたか？実験をしていると突然予想もしない現象に出会うことがあります。それがたとえ小さな発見でも自分だけが予想できる未来があり、本当にワクワクドキドキします。過去の先人たちも新しい未来を思い描き、それをモチベーションに実験に没頭していたと思います。それでは皆さん、世界中の誰よりも早く未来を見ることができるワクワクドキドキを信州大学で一緒に体験しましょう。